ステファン・クリストファー・コリカは、オーストラリア・クイーンズランド州、イニスフェイル出身の元サッカー選手、指導者。元オーストラリア代表。現在は、シドニー FC の監督を務めている。現役時代は、精度の高いパスと、正確に枠を捉えるシュート力、特に、ミドルシュートが得意な攻撃的 MF。マーク・ボスニッチ、ポール・オコン、ジェリコ・カラッツ、ネディ・エリコ・ゼリッチらともに、 オーストラリアにおける黄金世代と呼ばれた選手の一人、オーストラリア国立スポーツ研究所出身、オーストラリアンナショナルサッカーリーグのマルコーニスタリオンズ FC でデビュー、1992-93シーズンには最優秀 U-21 選手に選ばれている。代表では U-17 から年代別代表を経験し、1989、 FIFA U-16 世界選手権、出場。1991FIFA フフワールドユース選手権4位、入賞。1992年には、エディ・トムソン率いるバルセロナオリンピック U-23 代表に選ばれ4位入賞。1993年から A 代表に招集され、1994年4月16日新善試合以体、クウェート戦で初キャップ。 1995年8月、イングランドへ渡り、フラディブ1のレスターシティに入団する。レギュラーとして活躍するも、同シーズンの試合中に足首に怪我を負う。そのシーズン途中である1996年2月に、移籍金150万ポンドで、ウルバーハンプトン・ワンダラーズへ移籍する。また、同1996年には、アトランタオリンピックにオーバーエイジとして出場している。 1997年以降、二度前十字人体を損傷してしまい、出場機会が減っていった。2000年、トムソン及び、ウルブズ時代のコーチマイケル・ヒックマンの紹介で、サンフレッチェ広島に加入、同年5月13日のベルギー・川崎戦での決勝ゴールは、J リーグ初ゴールとなった。翌2001年、攻撃的サッカーを標榜としたバレリー・にポムにし、監督の下で、 攻撃的 MF として、ブレーク、11ゴールを決めて、久保達彦、大木勤、藤本力と共に、同年セカンドステージにおいて、サンフレッチェの躍進を支えた。2002年、本人及び、サンフレッチェと共に契約更新を望んだが、この年より監督に就任したガジガジ F の評価は、低いもので結局契約には至らなかった。2001年、日韓で行われた、 フィファコンフェデレーションズカップ2001の出場以降、A 代表からはしばらく遠ざかることになる。2002年2月、再びイングランドのクラブであるフラディブ1のオルソール、FC へ移籍した。ただチームは会に低迷し2004年フットボールリーグ、1に降格すると、同年9月新しく監督に就任した、ポールマーソンにより構想外にされる。2005年から、 シドニー FC へ移籍すると10番をつけ、キャプテンとして活躍した。同年には、リーグ優勝に貢献。また同年には、ドワイトヨークや三浦和義と共に、世界クラブ選手権出場のため来日した。2006年8月16日、AFC アジアカップ2007予選に、久しぶりに A 代表に招集されている。その後もシドニー FC で主力として活躍後、 2010年怪我を理由に引退する。2010年からシドニー FC のユースコーチに、2011年からビテズラ・フラビチュカ監督の元トップチームのアシスタントコーチに就任した。2012年11月にはヤンクリューク監督辞任を受けて暫定でシドニー FC 監督を務めた。2018年5月16日、シドニー FC の監督に就任した。 ありがとうございます。